桂文ラ郎は、大阪府水田市出身の上方話科、情報落語協会会員。本名は、佐古優太。大阪府出身。大阪府立高津高等学校、大阪大学工学部を卒業。大阪大学大学院工学研究科を中退。2010年9月1日、桂春町に入門。講座名は、文ン郎町から。 2018年5月に入籍し、同年9月1日の彦八祭りにて、オープニングイベントの一環として、披露宴が行われた。2019年、極道南竜、松井総ゆたか、真山隼人、京山幸太竹本博多雄鶴沢燕次郎、林本大、今村哲郎らと、講談、落語、浪曲、茶道能楽 文楽の情報伝統文化芸能若手中堅ユニット下野会結成に参加。南流からは、後述テレワーク落語会のアイデアと決めポーズを授かっている。2020年2月、新型コロナウイルスの感染拡大で落語会の自粛、中止が相次ぐ中、いち早く YouTube を利用したオンライン落語配信、テレワーク落語会を開催。話題となる。 3月8日には、テレワーク落語界の天馬天神繁盛亭からの、配信及び、情報落語協会会長、小福亭人志しさのサプライズ出演を実現。3月17日から配信が始まった、情報落語協会の、期間限定。繁盛亭、チャンネルライブ配信配信に影響を与えた。いち早く落語のインターネット配信に取り組んだことが、評価され、 2020年12月、第15回繁盛亭大賞特別賞を受賞。2021年1月31日より、音声 SNS、クラブハウスを使用した、クラブハウス寄せを、桂ツラスズメ、ふとし、小福亭エミリ、桂ツラ9-1、FM802DJ の樋口大輝と共に開始。ありがとうございます。